態です。ミスチル桜井小脳梗塞の疑い。7月7日のテレビ番組収録前に体調不良を訴えコンサート延期を発表していたミスターチルドレンの桜井和俊さん、心配される病状について昨日桜井さんの所属事務所から次のようなコメントが届きました。大変ご心配とご迷惑をおかけしておりますが、7月21日に桜井和俊の最新の診断結果が病院側から出ました。病名として小脳梗塞の疑いがあること、さらなる検査が一定期間必要なこと、十分な静養がおおよそ3ヶ月から4ヶ月ほど必要であることなどの判断をいただきました。今回疑いがあると発表された小脳梗塞とは、小脳の血管の血流が悪くなったり不安定になって起こる病気で、めまいやふらつきなどの症状が見られるということです。この診断を受け事務所サイドは検討を重ねた上、10月12日までのホールツアー、そして11月16日から12月21日までのアリーナツアーの中止を発表しました。そして昨日桜井さんが自らのホームページで心境を明かしました。松井な、それが唯一口から出た言葉だった。同時に苦虫を噛みつぶしたような顔を実にリアルに表しているであろう自分にも気づけていた。嫌な予感はあった、あったけれど現在の自分が健康な時と何ら変わりない生活を送れているだけに、先生の言葉に動揺を隠せなかった。大変な思いでチケットを手にしコンサートを楽しみにしていた人たち、本当に本当にごめんなさい。延期してやれる方法を最後まで探したのですが、やはり無理そうです。すごく特別な夜にする自信があっただけに悔しくて仕方ありません。まあ借りはいつか必ず返します。現在入院中の桜井さんは病室のテレビで新曲エニーがテーマ曲として流れるこの CM を見るたびに複雑な心境になるそうです。その中には桜井さん自らが綴ったこんな歌詞が。そしてホームページではこんな風にコメントしています。自分の作った歌に励まされるような経験めったにないことだろうから、こんなことでも楽しみに変えながら今はやり過ごすとしましょう。コンサートの中止は一部すでに報道されていましてね、はい、まあ、それを考えるとちょっとご養生が重いのかなと思っていたら、小脳梗塞から驚きましたね。コンサート延期の時に大塚さんとなっちゃんと喋りましたよね、はい、可能であればいいけれども、もしもそれよりも重い病気じゃなければいいけどなということを言ったんですが、まさかとは思ったんですが、まあ驚いた、小脳梗塞という言葉が出てきたわけですよね、はい、今朝のスポーツ紙もやはりこれ大きなニュースとして捉えている、それがよくわかります。日刊スポーツとスポーツ日本はご覧のように一面掲載ということで、これも衝撃の大きさを物語ってますよね。ちょっと見ていくことにしましょう。日刊スポーツからいきます。日刊はミスチル桜井脳梗塞、足にもつれ歩行困難、そしてホームページのメッセージの冒頭に書かれているまずいな、さらに大事をとってまた会う日まで、こういった印象的な言葉を左隅に載せているんです。ちょうど写真のところにそれが掲載されています。スポーツ日本見ましょう。ミスチル桜井脳梗塞、下に小さく小脳に疑いという見出しもついているんです。やはりまずいな、この言葉を左上に掲載、そしてホームページのコメントを一面に全文載せております。なおこの写真は5月に MTV ミュージックアワード受賞式のステージで熱唱している桜井さんの姿、およそ2ヶ月前の桜井さんの元気な姿なんです。スポーツコーチは芸能面です。ミスチル休養、桜井小脳梗塞の疑い、それからサンスポも芸能面でミスチル年内の活動休止、いずれも大きな扱いとなっているということなんですが、なんといってもこの小脳梗塞、ニュースコーナーでも伝えていますが、もう一度どういう病気なのかということを説明しておきたいと思いますが、脳というのはご覧のように大脳、小脳、脳幹、大きくこの3つに分かれているということなんですけども、 80% が大脳、この大脳が感覚、記憶、言語機能を司っている。で、一方の小脳は体の平衡感覚、運動機能ということなんで、動きに関しては小脳が大事ということになるかもしれませんね、はい、
でこの小脳の血管が血栓や動脈硬化によって詰まってしまうのが小脳梗塞ということで、症状としては突然めまいや嘔吐感を訴え激しい頭痛を伴うこともある。で、まあ、食生活の欧米化やストレスなどが主な原因で最近若い人の間でも増えているということなんですが、新聞の見出しにもありましたが、ちょっと足がもつれたりする歩行が思わしくない小脳梗塞ゆえの症状ということなんでしょうかね。ただ血栓を薬で溶かして、はい、しばらくしっかりと休養を取れば、うん、よく治ると、そのようですね、いう病気らしいですね。慢性にしていれば完治するんだということなんですけれどもね、うん、それが大脳が詰まってしまって脳梗塞とまた違うところですよ ね、うん、そうね、いわゆるこう脳梗塞っていうのとは違うところと言っていいのではないでしょうか、うん、さて改めて桜井さんのこれまでの病状をちょっと振り返ってみたいと思います。そもそも始まったのは7月7日でした。体調不良を訴えました。フジテレビの音楽番組の収録をキャンセルしなければいけなくなりました。そしてこれ10日後の検査入院、手足のしびれを訴えました。これが最初なんですね。で14日全国ツアーのリハーサルに桜井さん参加してますんで、この時はまだやれると思っていたんでしょう。ところが15日検査結果が出て、さらに精密検査が必要、まあ、雲行きが怪しくなってきたわけです。でこの15日というのが、月曜日だったんですが、新聞休刊日、激売りのスポーツニッポンがご覧のようにミスチル桜井ダウンという大きな記事をスクープ掲載いたしました。この時我々嫌な予感がしたんです、うん、そして16日ツアー開幕公演渋谷公会堂の7月17日18日延期せざるを得ないという発表がご覧のようになされました。そして21日小脳梗塞疑いありという診断がされた。来週精密検査の正式結果が出るとこういうことなんですね。さてミスターチルドレン、実はこの7月7日に至るまで本当に大活躍をしていました。大車輪の活躍だったんです、この今年に入ってからのミスチル桜井さんの動きを VTR にまとめました。今年デビュー10周年を迎えたミスターチルドレン、5月にリリースしたアルバムはオリコン初登場1位を獲得し、今月発売のシングル「エニー」も19作連続初登場1位をゲット。まさにデビュー10年の節目を飾るにふさわしい活躍ぶりです。そんなミスチルを率いる桜井さんのここ最近の活躍見え、今年1月にはフジテレビのドラマ「アンティーク」の主題歌となった「君が好き」が3週連続1位を獲得しました。この君が好きのプロモにはミスチルの大ファンである窪塚洋介さんが出演し、 MTV ビデオミュージックアワードジャパンの最優秀ミュージックビデオ賞を受賞。桜井さん5月に行われた授賞式で元気な姿を見せていました。僕らもほとんど何もやってないようなもんで、はい、ラッキーですね。そうですか、デビュー10周年ということですが、はい、今日はどんなパフォーマンスに挑戦ですか。いつも通りです。いつも通り、はい、ゲーないんで、あ、はい、ゲーないんでいつも通りにやらせていただきます、はい。そして秋にはファン待望のコンサートも控えていましたが、そこへ今回の思いもよらぬ病、桜井さんは昨日ホームページに発表したメッセージの最後を次のように綴っています。病院には僕よりもはるかに重いであろう病状の人がいっぱいいます。いろんな人がいて毎日いろんなことが起きているんだよな。甘えず腐らずまた会う日まで。2002年7月22日桜井和俊。10年間トップを走り続けて今も頂点にいることの凄さ、そのお疲れというのもあるかもしれませんが、ゆっくり休んでもらうしかありません、ね、休養と考えられてね、まあ、長い活動からすれば、はい、数ヶ月はそんなに長いということもないですけどね。そうですね、この間にまたこれをいい方向に転換すればいいわけです。いい詩とかいい曲が